俳優の土屋太鳳さん、26、が2021年8月3日にインスタグ。無に投稿した写真がネット上で話題だ。自身。両足を写したもので、メッセージ欄で土屋さ。がプライベートでの今の相棒はこのウェア。シューズと明かしている通り、スパッツニウン。靴を合わせたスポーティーな一枚となって、 ファンからはアスリートだねアスリートみ。いといった声が上がるなど、土屋さんの両足。たくましさに驚く声が寄せられている。当該写真。ついては、ネットメディアがアスリート見た。と驚きの足元ショットなどと報じたため話。は本人のインスタグラムの外にも拡散する。 体育大学出身者にアスリート見たいって、ケツ。失礼な表現だと思いますがといった指摘も、見されるようになった。同様の声は他にもあ。と、やはり、土屋さんに対してアスリート見た。という指摘は失礼であると指摘している。と、うのも、土屋さんといえば21年3月に日本女子体。 大学の体育学部運動科学科を卒業前年まで、多忙のため留年を繰り返しており、8年かけて、まさに寒難進苦を乗り越えての卒業だった、とが報じられていたのだ。体育大学を卒業し、とあれば、確かに、アスリートと呼ぶにふさわ、異存在だそれを考えれば、アスリートみたい。 言う声は、確かに、失礼な表現に見えてしまう。もしれない。ただ、このような声を寄せたファは、おそらくはそのような意図はなく、褒め言葉、して書き込みを行ったのだろうというのも、野さんはあくまで芸能人であり、スポーツ戦としての活動はしていないからだ。J、キャストニュー。 編集部坂下方へ。